朝に隠してかけた毛が白細い線になりました。太陽が今たくさんの雲下へてきらめきながら登ってゆきます。そんなそんな夢を見ました。花束時々振り向き wink and kiss、見つめる二人生きてることの喜びに言葉をなくす夜明け前です。言葉をなくす夜明け前です。ジェントル3の活動は宇崎さんに音楽の楽しさを改めて感じさせました。60歳を前に音楽をもっと純粋に楽しみたいと強く思うようになりました。で、そこに全部そんな宇崎さんの新たな試みの一つが自分が作った曲をジャズ風にアレンジするというもの。バックで演奏するのはプロのミュージシャンではなく学生ジャズバンド。彼らは宇崎さんの大学の後輩です。宇崎さんにとってこのジャズバンドが音楽の原点。学生時代初めて即興で演奏ができた時、ミュージシャンになろうと決めました。で、一番音楽どうなってる？譜面あたったこれでいこうね。じゃあもう一回ね。ワンツーワンツー今じゃ名前も実心なる トランペットを吹いているうちに、ただ音楽を楽しんでいた頃の自分がよみがえります。それもずっとパーってやってないで、パルガベガブゲバガブバワンラタピピピピトラトトトトティパトティータってなことやってやる。 OK? アマチュアミュージシャンとの交流を通して宇崎さんは何を得ようとしているのでしょうか。音楽ってもちろん音の約束事、それから例えば歌だったら言葉の約束事もあった、いろいろあるわけだけど、そういうのを超えないとダメなんね。それはだからこういう編成じゃなきゃとか、こういうサウンドじゃなきゃとか、こういうノリじゃなきゃとか、いろいろ言うけども、実はそうじゃなくて もっと内なる、なんていうのかな、人間ってなんだっていうのと同じで、音楽ってなんだっていうなんかテーマみたいなものを持って音に携わっていかないとやってる意味がないんですよね。音を奏でることが楽しくて始めたダウンタウンブギウギバンド。つなぎにサングラスといういでたちは一世を風靡しました。初めて試したダラコがショートピース。しかし有名になるにつれ、宇崎さんにとって音楽は楽しむものではなくなっていました。サングラスとつなぎを捨て日本独自の音楽に挑戦したのも、もう一度音楽の楽しさを見つけ出したかったから。
楽とは何か、その答えを探すのが今も続く宇崎さんの原動力となっています。しかし、それは自分が築き上げてきたイメージを壊すことの繰り返しでもあったのです。それをことごとく俺はいろんな瞬間で裏切ってきてるわけですね。流動組っていうのをやった瞬間にドンつくドンつく太鼓あらって言って、それまでダウンタウンのファンだった人は逃げたかもしれない。でまたドンつくドンを捨てて、それで今度井上孝之とやったら、なんだまたサラリーマンの歌歌ってやんのみたいな話になっちゃうわけです。そういうね、裏切りをいっぱいしてきてんですよ。で、裏切りをしながら僕は幅を、自分の中の興味っていうのかな、好奇心っていうのかな、それを広げてったんだけど、もっと幅を広げたいっていうか、自分自身が、それとなんかそんなこと言わないでって言われるかもしれないし、また裏切るのかこの野郎って言われるかもしれないですよね。お客さんには言われるかもしれないけど、早く宇崎柔道を捨てたい。宇崎さんにとってジェントル3の活動はこれまでの自分に対する決別であり、新たな音楽を見つけ出すための第一歩でもありました。そんな宇崎さんの音楽に対する強い思いがこの3人をつないでいます。
私あなたのままじゃない Yeah, rock and roll we do Rock and roll we do Rock and roll we do飛び交う
よ何よ娘よりちょっと気取った眼差し燃えろ短い間でしたけども、ね、もっともっと長くやりたいんですけども、最後の曲になりました。
下ろした部屋は光も遠ざく一時の夢に切なく流れるため息をこぼす言葉に任せてこの身を守る離さたれ次の港は愛はしないさあここまで来たらサクセスサクセス女は明日の子を持つ2時間に及んだコンサート、3人が伝えようとした音楽は会場を埋め尽くした観客一人一人の心に確かに響いていました。何かを信じてこれたかな夜空の向こうには明日がもう待っている歩き出すことさえもいちいちためらうくせにつまらない上司になると潰せると思ってた君に話した言葉はどれだけ残っているの僕の心の一番奥で空回りし続ける。あの頃の未来に僕らは立っているのかな。全てが思うほどうまくはいかないみたいだ。このままどこまでも日々は続く。星空が
は何かを信じてこれたかな。夜空の向こうにはもう明日が待っている。どうもありがとう。